搭載されているプロセッサーはいくつかあるんですけれども、この29ビットと呼ばれるシステムはこの、センターからのみです、一般には公開されていないプロセッサーになります。でこちらのプロセッサーの上で、先ほどの量子フリー変換と言われるアルゴリズムを実行しているのが、こちらの画像の動画の流れになります。この後結果が送られてくるんですけれども、そうですね、このような、これは実際の量子コンピューター29ビットのシステムを回した、元の計算結果というものになります。このあとデータを変えていくつかやるんですけれども、必ずしも先ほどのシミュレーションだと実際に4つの量子が当たっていたんですけれども、実際にはさまざまな状態が混ざっていて、これはそうですね、8種類の状態が出ているものになるんですけれども、量子コンピューターを実際に動かした結果という元のシミュレーターの違いというものが、見ていこうかと思います。今のような